2013年モスクワにて、ハルーン・ファロッキは、ドイツの映画監督、作家、教育者、重要なエッセイ映画制作者であり、90以上の映画を制作している。1920年代に、ドイツに移住した、インド人医師、アブドゥル・クダス・ホラキと、妻、リリーの息子として、当時ドイツ領であった、チェコのズデーテン地方 EN にて誕生した。 誕生時の名前は、ハルニエルスモン・フェロキ。家族が1958年に、ハンブルクに定住するまで、彼は、インド、インドネシア、バード・ゴーデスベルクで育った。1962年、ハルーン・ファロッキは、ベルリンに移住し、ディミトリウス・ボイクセン、ナティアス・ニューテルトと共に、詩人たちのためのギャラリー人家を運営する。 1966年から1968年まで DFFB トラクターを上演。1993年から1999年までカリフォルニア大学バークレー校で講師を務め、2000年から DFFB とベルリン芸術大学で、2004年からはウィーン美術アカデミーで教鞭をとっていた。二千年代からは一連の芸術作品を制作し、刑務所や、 ショッピングモールでのインスタレーションなど、展覧会や美術館のコンテクストで展示。2006年には、妻のアンジェ・エーマント・ウィーンにて、展覧会、キノビーノフホ・ NIE を共同キュレーションし、2007年にベルリンでも開催。ドクメンタ12では、メディアインスタレーションディーププレイを展示。ファロッキは、DFFB にて、クリスティアン・ペツオルとの教師を務め、 彼の作品に影響を与えた。二人は友人として、その後20年間、ファロッキは、ペツオールトの共著者やエッセイの多くの脚本において、重要なインスピレーションとなった。2014年公開の映画、あの日のように抱きしめてが彼らの最後の共同作品となった。墓2014年7月30日、ベルリン近郊で70歳にて、不慮の死を遂げた。 母書は、ベルリンミッテ地区のフリーホフデアドロシーンスターティス県、ウントフリードリックスワーダース県ゲメエンデンである。ファロッキの姉妹には、東洋学者のスライヤフェロキがいる。トガス・シュピーゲルで、フィルムメーカーハルン・ハーラキがシトロベン、アブジェローファン AM31。トガス・シュピーゲルで、フィルムメーカーハルン・ハーラキがシトロベン、アブジェローファン AM31。ナージャー。 ダスグラブフォンハルンファーラキ、ハットグレガー,ドートツ凸は、ハルンファーラキ、ビルダー、ダイダイベルトゼルイガン。ありがとうございます。